審査基準というのがあくまでモデルルッキングというだけじゃなくて、ただし絶対的な審査基準は自信と私たちはしていて、だからこそ初めから自信満々な人はむしろあまりいないですよね。その自信を身につけたいということで出場されている方がほとんどです。あのミスユニバースというのは、そのミスコンテストって実は世界中にたくさんあるんですが、その中での最高峰というのがミスユニバースです。日本だと芸能界の登竜門というイメージであったりとか、ミスコンテストでいわゆるあの女性差別って言われたりするような、女性の泌尿会って言われてしまうようなちょっとイメージっていうのが残っているんですが、実は世界大会というのは違うんですよ。実はいろんな国の代表、いろんな文化を持つ人たちが集まって、一つのショーエンターテインメントを作り上げることで文化交流を行ったり、意見を交換したり、そこでいろいろな体験をしながら最終的にその国の代表として意見を述べるということに非常に大きな意味があるんですね。ではここで、実際にその参加したお二人から見て、実際にミスユニバースの選考基準とか、なぜ選ばれたんだろうというのと、あと他のメンバーも見ていただいて、それぞれの選考基準ってどんなものが、例えばミスユニバースだとありましたか？ビューティーキャンプというものが2週間ありまして、その中ではとてもスピーチだったりとか、自分の意見を相手にどう伝えるか、自分の良さをどうリプレゼントして相手にそれを納得させるか、その方法だったりとか、そういうのをすごくたくさん学んできました。でこうその中で外見を磨くっていう講義があったりとか、メイクアップだったりとか、ヘアスタイルとか、そういうのも学ぶんですけど、その外見の美っていうのは自分が相手にとってどう映りたいか、どういう存在でありたいかを表すためのために磨くのであって、外見だけを磨くものじゃないんですよ。私が伝えたかったのは、その殺処分をゼロにしたいだったりとか、獣医療が人と動物の医療をつなぐものが獣医療だっていう、その重要性をもっと多くの人々に伝えていきたいっていう夢があったので、じゃあそれにはどういうふうにしようって思った時に、結構こう説得力を出したい、知的に見せたいっていうのが私の思いだったので、身長が大きくてこうゆっくり喋ってでも説得力があるように、あのなんだろう、言葉遣いだったりとか、言葉の選び方、抑揚のつけ方をすごく勉強して、人一倍スピーチに力を入れて私はやってきました。あとは身長がそんなに高くないので、そこがコンプレックスだったので、まあ、高いヒールを履いて人よりも大きく見えるように、大きな身振りを使って表現できるようにっていうのをやってきましたね。中から溢れ出す自信っていうのがやっぱり審査の中ですごく大きかったんじゃないかなと思うんですね。で、私は本当にもう普通のサラリーマンの家庭の主婦、妻でっていうね、そんな中であんまり自信っていうことに関して真剣に考えたことがなかった。で、だから本当にすごくいい考えるきっかけをいただいたと思うんですけど、なんか私なりの1年間こう探ってきた自信っていうのが答えになるかどうかね、ちょっとわからないんですけど、やっぱり自分が自分らしくいること、そしてやれることは全力でやり、努力できることは努力する、それがやっぱり自信になってきたのかなって思っています。美しいだけでは価値がないんですよね、ただのそれこそ置物になってしまうので、その美しさも何に使うのかなんですよね。伝えたいメッセージがあるからこそ、そこに美しさが付属するからこそ、訴求力が高まる、メッセージ性が強くなるということですよね。自分の強みを探すってすごく重要ですよね。最終的にはどれだけその実行力があるか、本当にどれだけ夢を語れるか、それに対するその誠実な人間性であったりとか、それにこう培われた何か知識であったり、実力があるかどうかということをこう見られるので、そういう意味で本当に小さな政治家ですね、こう社会を変えようという人間なので、そういう部分ってすごくあると思うんですよ。だからそういう意味ではたとえ日本代表に選ばれなかったとしても、完全にその未来を担う女性であることは間違いないんですよね。こういう女性たちが今後のその日本を作っていくんだなということをすごく強く感じます。